さて、アヤムバリ料理パダン料理インドネシア料理は、インドネシアの多民族文化を反映し、バリ料理、ジャワ料理、スンダ料理、マカッサル料理、マナド料理、パダン料理、バタクー料理などの各民族の料理を包含する。日本でよく知られている、ナシゴレンのほかインドネシアで発送された料理、さてや、ルンダン、サンバールなどは、マレーシアやシンガポールでも知られている。 中部ジャワ州の稲作風景インドネシアは古くから香辛料の国として有名である。モルッカ諸島は肉づく、調香、胡椒の生産地で香辛料産地として名高かった。オランダによる植民地化以前にスペインやポルトガルの貿易船が訪れ、新世界からの作物を持ち込み、その後インドネシア各地で栽培されるようになった。スペイン人はメキシコからフィリピン経由で、 唐辛子、サンド豆、トマト、トウモロコシ、ジャガイモをインドネシアに持ち込んだ。ポルトガル人はアフリカとブラジルからピーナッツ、パパヤ、パイナップル、サツマイモ、キャッサバを持ち込んだ。オランダ人はキャベツ、ニンジン、カリフラワーを持ち込んだ。中国人は大豆製品、麺類をもたらした。インドからは玉ねぎ、ニンニク、ナスなどの野菜とカメムシソウ。 クミン、生姜、タマリンドなどが伝えられた。古くからインドネシアで知られていた食材には、ウコン、ココナッツ、ヤシ砂糖、塩、トラシがある。インドネシア料理は諸外国の影響を受けている。スマトラのパダン料理は、インド、中近東、イスラーム文化の影響を受け、肉や野菜を香辛料で煮込んだ料理が多い。ジャワ料理は、ヒンドゥー教と仏教の影響を受けたため、 肉を使う料理が少ない。ジャワ島では、テンペや豆腐と野菜を使った料理が発達している。テンペは、ジャワ人独特の食文化から発送した健康食品で、現在では、豆腐とテンペ料理がインドネシアの各地で見られる。インドネシア東部には、ポリネシアとメラネシアの食文化の影響が見られる。テンペインドネシア料理の特徴の一つは、揚げ物の種類が多いことである。 天平、豆腐、鶏肉、干物、牛肉、魚、エビなどを油で揚げて調理する。調理方法は複雑なものもあり、例えば、ジャワのアヤムゴレンカラさんは鶏肉をサンバルという合わせ調味料であえてから煮込んだ上、油で揚げる。スープの種類によっては、鶏肉や牛肉などの具を油で揚げてからスープに入れる。西スマトラ州では、長時間煮込む料理が多く、 パダン料理のルンダンは出来上がるまで4時間ほど煮込む。これに反して西ジャワ州の澄んだ料理はイクノナにサンバルをつけて米飯のおかずとして食べるなどシンプルな料理が特徴である。バリのナシチャンプルチューブジャワ州とジョグジャカルタの料理は砂糖で甘く煮るものが多い。チューブジャワ州とジョグジャカルタの名物グドゥはパラミツを ココナッツミルクと鶏ガラスープで煮込み黒砂糖で味付けしたものである。中華料理の影響を受けた料理としてミー、またはバッミーという麺料理、バッソ、ルンピア、バッパウ、ケチャップマニスがある。ヨーロッパ料理の影響を受けたものとしてパン、ケーキ、クッキー、コロッケ、プルクデルなどがある。ラピスルギはインドネシアの名物ケーキの一つである。 バリのバビグリン、インドネシアの人口の86.1%はムスリムで、彼らは豚に起因する一切の食材を調理しない。豚肉はもちろん、豚から作られている調味料や食材も同様に使用されない。食料を品店に並ぶ食材や、ファーストフードや、フードコートの料理には、ハラルの認証が必要である。中華インドネシア料理店では豚肉を使用せず、 豚肉の代わりに、エビ、鶏肉、牛肉を使用する。豚肉料理を食べる習慣があるのは、チャイナタウン、ヒンドゥーの多いバリ島、キリスト教信者の多いキタスラウェシ州、キタスマトラ州、パブア島である。大都市では、中華料理、バリ料理、マナド料理、バタック料理店で豚肉を食べることができる。インドネシア人は米を主食とする。米の種類は、インディカ種である。 稲作に適さない地域では、キャッサバとサゴヤシが主食である。インドネシア語で、ナシプティという白飯として炊く以外に、米をココナッツミルクで炊いたナシウドゥやチマキのようなロントン、クトゥパ、ナシゴレンなどの調理法がある。インドネシア人は白飯を好み、白飯を食べて、初めて食事をしたという人が多い。KFC やマクドナルドのフライドチキンも白飯と一緒に食べる。 パーティーや祝いごとでは、ナシクニン、ナシトゥンペン、クトゥパ、ロントン、ルマンなどを作る。もち米は、ルピスや、クタンウラップなどの菓子の原料になる。米粉は、ビーフンや、クエティアウなど、ライスヌードルの原料になる。小麦からできた麺は、ミーゴレン、ソトミー、ミーアヤムとして食べる。ご飯の代わりや軽い食事として、即席ラーメンも食べられており、特にインドミーは、 国民食とも呼ばれる。インドミーミーゴレンというインスタントのミーゴレンもある。東インドネシアのモルカ諸島とパプア島では主食として、サゴヤシの澱粉を熱湯で溶いて食べる。ご飯のおかずは野菜と肉である。インドネシア人は鶏肉を好み、牛肉、水牛肉、ヤギ肉も食べる。魚介類も海産物ではエビ、イカ、貝を食べ、炭水魚ではフナ、グラミー。 タウナギ、ナマズが食べられる。北スマトラ州のバタク料理や北スラウェシ州のマナド料理では軒肉をパーティー料理として調理する習慣がある。インドネシアにはコース料理の習慣がない。インドネシアの高級レストランのコース料理は植民地時代にオランダ人がインドネシア各地の様々なご飯料理とおかずを合わせて教したライスターフェルという習慣を取り入れたものである。 インドネシアには、香辛料を多用した辛口の料理が多く、一般的な調味料には、エシャロット、ニンニク、唐辛子、胡椒、ウコン、ガランガー、レモングラス、キャンドルナッツ、トラシ、ココナッツミルクなどがある。ケチャップマニスト、ブンブカチャンは、数多くのインドネシア料理に使用される。ケチャップマニスト、ココナッツミルクは、万能調味料であり、 またどんな料理にも何らかのサンバルが必要である。ココナッツを削るココナッツミルクはインドネシア語で、サンタンという。ソト、グドゥ、ルンダン、グライ、サユロデ、ナシュドゥ、ナシクニンなどの様々な料理で使用される。ココナッツミルクはデザートにも使われ、ココナッツミルク入りのビカアンボンケーキは、北スマトラ州メダンの名物、ココナッツとココナッツミルク入り、クラプルターとは、マナドの名物である。 エステレルとエスチェンドルなどかき氷のようなデザートにもココナッツミルクが入る。パダン料理では揚げ物と野菜の炒め物以外、ほとんどの料理にココナッツミルクを使用する。ココナッツミルクは生のココナッツの実をココナッツ削り器で削り、水を加えて絞って作る。市場やスーパーマーケットの野菜売り場では削りたてのコココナッツが販売されている。 紙パック入りや缶詰のココナッツミルクも市販されている。濃さを加える、水の量で調節し、濃いココナッツミルクは、ルンダン、グライ、デザートなどに使用し、ココナッツミルクは、サユロデと、外の汁に用いる。アンパスクラパというココナッツの絞りかすは捨てずに、野菜とサンバールにあえて、グラブにしたり、味をつけて炒め、スルンデンというふりかけ状の食品にしたり、 ペンペの原料の大豆混ぜたりすることもある。スルンデンは牛肉を加えてスルンデンラギンにしたり、外やクタンにかけてたりして食べる。米をバナナの葉で包み、ココナッツミルクで炊くとブラスというおやつができ、スルンデンに似たココナッツフレークをかけて食べる。サンバルインドネシア料理はサンバルという調味ソースで始まる。ナシゴレン、ミーゴレン。 野菜炒めなどの簡単な料理から、ルンダン、グラインなどに込む料理までほとんどの料理がサンバルで始まる。その他、サンバルはソースとして汁物に入れたり、食べ物やスナックにかけたり、ご飯のおかずとして食べられる。市販されているサンバルやサンバルソースもある。中華インドネシア料理の特徴は、いろいろな料理をサンバルと一緒に食べること。サンバルを作る材料は、 料理に合わせて決める。石臼で唐辛子、木立唐辛子、塩、ニンニク、シャロット、トマト、トラシ、生姜、バンウコンなどを潰して、サンバルや文具を作る。ケチャップマニスは、インドネシアの甘い醤油である。ミーゴレン、ナシゴレンなど炒め料理から目玉焼き、揚げ豆腐、揚げテンペなどの調味料として使う。白飯の上に、ケチャップマニスをかけて食べる人もいる。 ガドガド用のピーナッツソースインドネシアのピーナッツを食用とする歴史は浅く、16世紀にポルトガルやスペインとの貿易と共に栽培が始まったが、今ではインドネシア料理に欠かせない食材となった。ピーナッツソースを使った代表的な料理としてガドガド、さて、カレド、プチェルなどがある。サンバルにピーナッツソースとケチャップマニスを加えると、サンバルカチャンというソースができる。 おた、おた、ルンピア、リソルスなどにつけて食べる。インドネシア料理は右手でスプーン、左手でフォークを持って食べる。本格的な中華料理店ではご飯は茶碗で出すこともある。おかずは大皿に盛ってテーブルか床のマットの上に置き、各自好きなものを自分の皿に取って食べる。お皿とスープのワは食卓から持ち上げないことが良いマナーである。 シラカンマカンという挨拶は宴会の時ホストがゲストにどうぞ食べてくださいという意味で使う言葉である。食前や食事中にアイスティー、炭酸飲料、ジュースなどの甘い飲み物を取る人が多い。食べ物によっては手で食べることも多い。左手は不浄とされているので右手を使う。パダン料理は手で食べる人が多い。 インドネシア人はもともとヨーロッパ人がスプーンとフォークを持ち込む前は料理を手で食べていた。手で食べる際は大皿に備え付けのスプーンで取り皿によそってから食べる。パダン料理店ではライム入りの小さいワに水を入れ食べる前にそれで手を洗う。近くにあるシンクで石鹸を使って手を洗うこともできる。中華料理店や麺料理店では箸が一般的だが スプーンで麺を食べる人も多く、スプーンで麺を一口大に切ってから食べる。ナシゴレンインドネシア人は1日3回、朝、昼、晩に食事をする。朝食はインドネシア語でマカンパーギと呼ばれる軽い食事で、ナシゴレン、鶏がゆ、インスタントラーメン、ご飯とアボン、目玉焼きなどが一般的なインドネシアの朝食である。朝の飲み物はジャスミンティー、紅茶、 コーヒーなどで、すべて砂糖や練乳、牛乳を入れて飲む。より伝統的な朝の料理もあり、地方によって異なる。西スマトラ州では、ソトパダン、ジャカルタでは、ナシウル、ジャワ島では、ナシウラム、ナシムゴの、ソトアヤムなどがある。都会に住む人々は、古くからオランダ文化の影響を受け、朝食にパンを食べる習慣がある。パンには、マーガリン、チーズ、チョコレート、 ピーナッツバターなどのスプレッドを塗り、パイナップルジャムを挟んで食べる。インドネシアの食卓。ハエヨをかぶせた料理。西部や中部インドネシアの一般家庭では、一日一回朝に調理する。食事の時間は特に決まっておらず、家族全員揃って食べるのではなく、家に着いたものから自由に食べる。一般的に昼食は正午から、夕食は午後7時から9時までである。 お昼に食べきれなかったおかずは生えよけで折って食卓に置いておく。夕食の時に温めて必要であれば簡単な一から二種類のおかずを追加して家族全員揃ってご飯を食べることもある。食卓にはクルプク、ウンピン、アボンを常備し朝食のおかずとしてまたご飯の友として食べる。朝食を終え家の掃除を済ませると主婦や 家政婦はその日使う食材の買い物に出かけ、市場やスーパーマーケットや移動式食材屋台で野菜や肉を買う。場合によって冷蔵庫に買い置きする人もいる。小中学生は授業がお昼くらいに終わるので家に帰り、昼食を家で食べる。前述の通り食事の時間が決まっていないので子供たちは家に着くと自由に食事をするが母親が家にいるときは 子供たちと一緒に食べる。白飯はインドネシア人の食卓に一般的で野菜料理と肉、魚、天平、豆腐などの3から4種類のおかずと一緒に食べる。食卓には少なくともサンバルは欠かせない。インドネシア人は職場や学校へ行く時に弁当を持っていく習慣がない。幼稚園と小学校では休憩時間があり、家から持ってきたスナックやパンを食べる。 都会で働く、人々の昼ご飯はほとんど外食で、レストランや屋台で食べる。白飯とおかずをバナナの葉と紙で包んだ梨文スを買って、オフィスの食堂で食べるものもいる。澄んだ料理、床に座って食べる。インドネシア各地ではパダン料理店が一般的である。客がテーブルに着くと10種類以上の煮込み料理が出てくる。好きな料理を好きなだけ食べ。 食後に食べた分だけ代金を払う。場所によって、パダン料理店の他に、中華料理店、スンダ料理店、グゥと、伝統的なアヤムゴレンの専門店を含むジャワ料理店、マカサル料理、マナド料理、バタクー料理店もある。大都市には、ピザ、フライドチキン、ハンバーガーのチェーン店もある。ほとんどの料理店では、料理を持ち帰ることができる。 パダン料理店のナシブンクスは旅行やピクニックの弁当として人気がある。ビニールスプーンが無料で付いてくることもある。箱代は別料金でパダン料理店とグドゥ専門店では紙箱にご飯とおかずを入れたものをナシコタという。バスを売るかきりまミーバスを移動式屋台のパンやかきりまと呼ばれる屋台では麺料理。さて、マルタバ、ソトアヤム、ピサンゴレン、ブブカちゃんヒジャウ。 魚介料理などを販売している。かきりまの本来の意味は、5フィー,ートで歩道の幅を指し、食べ物やその他の物品を歩道で販売することを表す言葉で、ある。本物の屋台の美味しさをアピールするレストランもあり、店の前に屋台を飾り、さて、外、麺料理、そまいなど様々な料理を販売する。屋台の営業時間は、食べ物の種類によって異なる。 早朝から営業する屋台は、ブブアヤム、緑湯場など。正午から営業するのは、ラクサ、ゴレンガン、ソマイ、バタゴル、トゲゴレン、麺料理、ソトアヤム、かき氷の屋台である。午後4から5時からの営業は、ミーゴレン、ナシゴレン、さて、マルタバ、ピサンゴレンの屋台などである。都会の夜を繁華街の歩道で営業するかきりまが、街を賑やかにする。 移動式屋台は荷車、改造した自転車、オートバイに乗った物売りである。パンをはじめ、麺料理、ミー、パンシ、バーワン、トゲゴレン、鶏がゆ、ソマイを売る。移動式屋台は独特の掛け声や、鍋、ワン、竹を叩いて、販売する料理を宣伝する。ジョグジャカルタの繁華街、マリオボロ通りには、地面の上にマットを広げたレセハンという屋台があり、主に、 グドゥをあきなう。ジャワ語で、レセハンとは床に座るという意味である。ストリートミュージシャンが必ず現れ、客からもらう小銭を期待して、歌を歌う。ジョグジャカルタの夕方から営業するワルーンは、アンクリンガンという。コーヒーなどの飲み物と、スナックや、セゴクチンというスーク分のご飯とおかずを販売する。アンクリンガンは、ジャワ語でリラックスして座るという意味で。 ジョグジャカルタの薄暗いところで世間話をする場所である。ワルンワルンとは小さな店という意味で、庶民の食堂を示す。ワルンの食べ物は値段が安く、衛生面で問題がないとは言えない。バリ島の各地では、ナシチャンプルなどを販売するワルンが多い。ワルントゥガルは、トゥガル人が経営する食堂で手頃な値段で料理が、食べられ、ジャカルタでよく見かける。食事だけではなく、 コーヒーや飲み物を販売する。エスシャンハイテボトルアボカドジュース生水を飲むことに衛生的な問題がないとは言えない。ミネラルウォーターはインドネシア各地で瓶やペットボトルやプラスチックの容器で販売されている。インドネシア語でミネラルウォーターをアクアはインドネシアで人気の飲み物である。コピーはコーヒーのことである。インドネシア人はコーヒーフィルターを使わず、 ひいた豆と砂糖をグラスに入れて湯を注ぎ、上澄み液を飲む。これをコピトブルという。料理店のデザートにはスライスしたフルーツ、ジュース、かき氷、タピオカ入りのエスチャンプル、パラミツ入りのエステレルなどがある。かき氷も飲み物とされ、食事中にかき氷を食べる人もいる。食事と一緒にデザートが出ることもあるので、 デザートを食事の前に食べたくない場合は必ず店の人に伝えた方が良い。S とは氷のことであり、S のつく飲み物はアイスティー以外ほとんどかき氷類である。レストランでは飲み物の注文の時、客に氷入りのグラスと一緒に出すか、瓶や紙パック入りの冷えた飲み物のどちらにするかを尋ねる。生水で氷を作っていることもあるので場所によっては、 氷入りグラスには衛生面の問題がある場合がある。代表的なデザートと飲み物シロップはかき氷にかけて食べる以外に氷で薄めて氷と一緒に飲むこともある。パッションフルーツシロップはメダンとマカッサルの名物である。インドネシアでは酒の販売は認められているものの国民の9割がムスリムであるため多くの国民には飲酒の習慣がない。 しかし、人口が2億5000万人を超えるインドネシアでは、ムスリム以外の国民も、決して少なくはなく、彼らには独自の酒の文化もある。また、ムスリムの中でも、戒律を、さほど重視しないものもおり、経済成長や、日本や欧米の食文化が流入していることも、相まって、ムスリムでも飲酒を楽しむものが増えつつある。ビンタンビール酒は、レストランやバーで販売される。 ホテルや高級レストランでは、アルコールの制限がなく、ビンタンビール、アンカービール、ハイネケンビールなどインドネシアの代表的なビールが販売される。米から作られた酒ブルムは、バリ島の名物である。北スマトラ州の伝統的な酒は、砂糖や市の樹液を発酵させて作るとあってある。北スラウェシ州では、同じ原料で、 伝統的なチャップティクスという強い酒が作られ、密造されることもある。外アヤむスープは外、または、ソップ、クディリの外クディリ、ジャカルタの外ブタウィ、パダンの外パダン、バンドンの外バンドン、外ソ,ソカラジャ、チョトマカサルなどがある。鳥の外アヤむ、牛の胃の外ババ、ヤギの足の外カンビン、メイ入りの外ミイなど、食材によって命名された外もある。外は、 白飯と一緒に食べるが、外のワに米で作ったロントンやクトゥパを入れることもある。さては串に刺した肉を炭火で焼いた中近東料理のケバブの影響を受けた料理である。さてを食べるときのソースには刻み唐辛子、木立唐辛子、シャロット、トマト、胡椒などを混ぜたピーナッツソースとケチャップマニスの2種類がある。さては肉の種類によって命名され、鶏肉の さてあやむ、アア鶏ひき肉のサテリリ、ヤギ肉のサテカンビン、牛肉のサテサピ、豚肉のサテバビなどがある。さてはご飯か、ロントンリアクトパッと一緒に食べる。パンはスーパーマーケット、町のパン屋や移動屋台で販売される。移動屋台で販売されるパンは販売人が作ったのではなく、パン工場で作られている。町のパン屋では、ショートケーキも販売している。お菓子のことを、 クエという。これがインドネシアのスナックは、ジャジャンパサーといい、地方と民族によって種類が異なる。焼き菓子とケーキ、バピア、シュークリーム、ラピスルギ、ビカンボン。ナシュトゥンペン、インドネシアの祭日料理インドネシアの独立記念日、誕生パーティ、ー、出産祝い、開店記念、結婚式などのお祝いごと料理の代表はナシュトゥンペン、である。 これはもともと、ジャワ人の感謝パーティ、ー、スラマタンに出された料理が、インドネシア各地に広まったものである。米を竹で編んだ、塩水系の容器に入れて蒸し、ご飯を塩水型に盛り、周囲をおかずで囲む。ジャワ人は、先祖と神様は山に住んでいると信じており、トゥンペンは、聖なる山を表す。インドネシアでは、トゥンペンは、バースデーケーキの代わりでもある。 トゥンペンのご飯は白飯か、米をウコンとココナッツミルクで炊いたナシクニン、またはココナッツミルクで炊いたナシウール。おかずは、ウラップ、アヤムゴレン、スムル、サンバルトゥリカチャン、揚げエビ、テロールプインダン、キンシタマゴ、テンペオレ、プルクデル、プルクデルジャグン、サンバルゴレンアティなどである。ライスターフェルライスターフェルとは、オランダ式インドネシア料理で、ご飯のテーブルという意味である。 植民地時代のオランダ人の富裕層の暮らしを表す料理の数々である。オランダには17世紀にアムステルダムの富裕層が紹介した。数十種類のインドネシア料理をテーブルの上に置いてビュッフェとして食べるほか、インドネシア料理をヨーロッパ式にコース料理として供することもある。飲み物はワインやジンなどのアルコールを出される。料理の種類は非常に多く、ナシゴレン、 ミーゴレン、数種類のスープ、サテなど、インドネシア各地の料理が供される。代表的なパダン料理のルンダン素材調理法から命名されているものが多いため、基本語を知っておくと容易に想像できる。ありがとうございます。